SB 担当記者が感じた違和感、王会長が甲斐っていう選手が指名されたと。日刊スポーツの情報源について西武が流したとの遺恨を残しかねない私見を述べた王会長だったが、話の中で違和感を覚えたのが FA と人的保障をめぐって自身が動いたのかと問われた時、僕は決定した段階で甲斐っていうのが指名されたと聞いただけです。スポーツ紙野球担当記者が首をかしげるのが甲斐っていう選手がとの、まるで他人事のような話し方。46試合に登板した首脳陣も期待を寄せていた一軍選手に対し、甲斐っていうのがと初めて名前を聞いた選手のような扱い、ありえない発言でしょう。老人を表に出す方が悪いんだよ。別に現場にいるわけちゃうんやから当たり前ちゃうか。そもそもは地中超えたおじいちゃんやぞ。自分には関係ないってことを強調したくて無意識的に沿ってないような言葉が出たんやろ。残念やけどもうボケ始めてるんやろな。年齢的には家族の名前忘れてもおかしないからな。もう便器じゃないから記憶から消したんやろ。ありえない発言だが、一般的には地中の老人に全方面現代的な配慮をした発言を求めるのも難しい。ソラホークスファンからボロクソ言われてるセンスとか知らんのも当然やろ。全く知らないにしてももうちょっと何かなかったのか。ご視聴ありがとうございました。